デビット・クリストファー・ジャスティスは MLB の元選手。ポジションは外野手。アメリカ合衆国オハヨ州シンシナティ出身。アカデミー主演女優賞を受賞したハルベリーは元妻。1985年の MLB ドラフトでアトランタ・ブレーブスから4巡目に指名を受け入団。1989年5月24日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。 当時右翼のポジションには、1988年以降、不審だったとはいえ、1983年に MVP を獲得した実績のある強打者、デール・マーフィーがいたため、16試合の出場に終わる。1990年は、当初一塁手として出場していたが、シーズン途中で、マーフィーがフィラデルフィア・フィリーズにトレードで放出されたことで、 右翼のポジションを獲得すると一気に調子を上げ、打率282.28本類が78打点を記録し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。1991年は故障もあり109試合の出場に止まるが21本類が87打点を記録。チームは前年の地区再開から一転して地区優勝。 パイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズを激戦の末に接し、アトランタイ展後初のリーグ優勝を果たす。前年地区再開同士の対戦となったミネソタツインズとのワールドシリーズでは2本塁打を記録したが、3勝4敗で敗退した。1992年は21本塁打、72打点を記録し、2年連続の地区優勝に貢献。前年に続き、 リーグチャンピオンシップシリーズでパイレーツを破り、2年連続のリーグ制覇。トロントブルージーズとのワールドシリーズでは打率。158得進で2勝4敗で敗退。1993年はオールスターゲームに初選出され、先発出場を果たした。40本塁打、120打点を記録し、3年連続の地区優勝に貢献する。 フィラデルフィア・フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率143と振るわずチームは2勝4敗で敗退したシルバースラッガー賞を初受賞し MVP の投票では3位に入った1994年はオールスターゲームで2年連続の先発出場ストライキでシーズンが打ち切られたが自身初の打率3割となる 313.19本塁打を記録。1995年には24本塁打、78打点を記録。チームは独走で、地区優勝。プレーオフも勝ち抜いて3年ぶりのリーグ優勝を果たした。クリーブランド・インディアンスとのワールドシリーズでは、大手をかけて迎えた第6戦で6回20対0の均衡を破る先制ソロ本塁打を放つ。この1点を、トム・グラビン。 マーク・ウォーラーズの系統で守りきり、38年ぶり、アトランタイ展後は、初となる、ワールドチャンピオンの立役者となった。1996年は5月のパイレーツ戦で、肩を負傷して離脱し、以後のシーズンを棒に振った。チームは2年連続で、リーグ優勝を果たしたが、ワールドシリーズで、ニューヨーク・ヤンキースに敗れた。1997年は開幕直前の3月25日に、 ケニー・ロフトン、アラン・エンブリーとの交換トレードで、マーキス・グリッソムと共に、インディアンズに移籍。3年ぶりにオールスターゲームに選出されたが、出場機会はなかった。打率、329.33本塁打、101打点、オプス1.013を記録し、前年限りで移籍したアルバート・ベルの抜けた穴を埋める、活躍で、チームをリーグ優勝に導いた。 フロリダ・マーリンズとのワールドシリーズでは3勝4敗で敗退した。MVP の投票では5位に入り、2度目のシルバー・アスラッガー賞、カムバック賞も受賞した。1998年と1999年はいずれも21本類が88打点。2000年は6月29日にザック・デイ、リッキー・レディ、ジェイク・ウエストブルックとの交換トレードで、 ヤンキースに移籍。移籍後は打率。305.20本塁打の活躍でチームの地区優勝に貢献。シーズン通算ではキャリアハイの41本塁打、118打点を記録した。シアトルマリナーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2本塁打を放ち、シリーズ MVP を獲得。44年ぶりのサブウェイシリーズとなった。 ニューヨークメッツとのワールドシリーズを4勝1敗で制し自身2度目の世界一の栄誉を手にした2001年は打率241.18本塁が51打点に終わるがチームはリーグ優勝し自身6度目となるワールドシリーズに出場しかしアリゾナダイヤモンドバックスに3勝4敗で敗退した12月7日にロビンベンチュラとの交換トレードで メッツに移籍するが、7日後の12月14日に,に選手との交換トレードで、オークランドアスレチックスに移籍。2002年は、フリーエージェントで、ヤンキースに移籍したジェイソン・ジャンビの後釜として、期待されたが、11本類打、49打点に止まり、同年限りで、現役引退。現在は、ESPN の野球解説者を務めている。ありがとうございます。